私は奏、特に何をしたわけでもないのに、昔から人に好かれる人間ではなかった。奏って何人も彼氏いるんだって。控えめなふりして調子乗ってるんじゃないわよね。陰口や悪口を言われるのはいい気がしない。だから目立たないように生きることに努めた。私もいつか友達が欲しいな。そんな私ももう27歳、会社員として働いている。地味な服装は相変わらずだけど、こんな私にも友達と呼べる人ができた。それは桃子ちゃんという可愛い女の子だ。奏、今日の服どう？私の憧れのモデルのラムさんが着てたのを買ってみたの。すごく似合ってるよ桃子ちゃん。白くて華奢でまるでお人形のような桃子ちゃんは会社でも人気者だ。桃子ちゃん、おはよう。この前の返事はいつもらえるかな？ごめんね、私今付き合うとか考えてないの。そっかそうだよね。バイバイ。桃子ちゃん、いいの？いいのいいの、毎日いろんな人に告白されてほんと困っちゃうのよね。桃子ちゃんは男女ともに人気者、明るくて自信があって私とは全然違う。桃子ちゃん、相変わらず可愛いよな。俺も告白したけど振られたんだよな。美人とのオフィスラブ憧れる。桃子ちゃん相変わらずすごい人気、それなのに私と友達でいてくれるなんて。でもさ、桃子ちゃんと仲のいい奏って子ちょっと暗いよな。わかる、なんであんなこと仲良くしてるんだろう。部署で浮いてたから桃子ちゃんが話しかけたんだろ。いい子だよな。はぁ、私ももっと桃子ちゃんみたいになれたらいいのにな。ちょっと奏のこと悪く言わないでよ。奏は暗いけど、そんなこと言ったら桃子プンプンだよ。あ、桃子ちゃんいいよ。ごめん桃子ちゃん、聞いてたの？別にそんなつもりは。あ、お詫びに食事とかどう？じゃ、もう絶対奏のこと悪く言っちゃ嫌よ。桃子の友達なんだから。言わない言わない。で、いつ行く？俺らいつでも空いてるから。桃子ちゃんはいつもこうして私をかばってくれる。私はそんな桃子ちゃんに助けられてきた。桃子ちゃんごめんね、いつも助けられちゃって。あにょ、いいよ。それより奏、昨日さ、部長にまた仕事押し付けられてたでしょ。大丈夫、残業すればなんとか。もうそんなこと言ってるといつまで経っても忙しいままだよ。うふふ、断れなくて。奏は本当に自信ないんだ、かわいそう。そうだ奏、今度婚活パーティー行ってみない？なんで私？奏が自信ないのって好きな人ができたことがないからかなって思ったの。いいよ、いつものあけみちゃんとさなえちゃんは？二人ももちろん誘うけど、奏も一緒に行こうよ。四人の方が楽しいって。うん。でも、私なんて。私が申し込みしておくから。絶対来てね。うん。こうして、婚活パーティーに行くことになったのだが、悩んだ末、姉に相談することにした。私なんかが行ってもいいのかな？婚活パーティー。何言ってるのよ。何事も経験よ。姉はラムという名前でモデルをしている。私より華やかで、そういったことにも詳しいだろうと思ったからだ。自信がないなら、自信をつけられるように、私が考えてあげる。うん。そんなある日、会社で衝撃の事実を知ってしまった。あれは、桃子ちゃん？今度の婚活パーティーの話してるのかな？婚活パーティーどんなドレスにするか決めた？この前桃子が勧めてくれたドレスにするよ。私もやっぱ桃子センスいいよね。教えてくれたモデルのラムさんも素敵。それよりさ、奏も来るって？正気？なんでジミコなんて誘ったわけ？そんなの決まってるじゃない、私の引き立て役にするためよ。あ、ジミコかわいそう、頑張ってドレスとか選んでるのかな。センスなさすぎて逆に浮くんじゃない？なんせジミコだし。あんまりバカにしたら泣いちゃうかもね。そうだね、案外本気で婚活する気なのかもしれないし。見物だよね、どんな醜態晒すんだろう。そんなこと言っちゃかわいそうでしょ。
まあ一つ分かってることはあるよ。あんな地味女より私の方がモテるから。ひどい。桃子ちゃん、私を友達だって言ってくれたのに。もう行きたくない、行きたくない。どうせ恥をかくだけだもん。帰宅後、私は正直に姉に話した。だからさ、私もう行かないことにしたの。手伝ってもらう予定だったけど、もういいから。すると姉は、ジミ子なんて言われてバカにされて、奏はそれでいいわけ？悔しくないの？でも私なんかが桃子ちゃんにかなうわけがない。そんなのやってみなくちゃわからないじゃない。それに私は奏には素質があると思うの。素質？奏は私の妹なのよ。伝説のモデル、みんなの憧れ、それが私よ。でもそうと決まれば今日から私と特訓。私にかかれば小石だって輝くダイヤモンドになれるのよ。私はそんな姉の熱意に励まされて、姉の言う通り素直に取り組んでみることにした。そうかな。私頑張ってみようかな。頑張るポニー。私は会社の休日をすべて使って姉さんとファッションやお化粧について教えてもらった。奏、口裂け女みたいになってるわよ。でも派手なメイクの方がってネットで。やりすぎよ。もうこんなんじゃみんなびっくりしちゃう。そうかな。口裂け女プニン。プニンしっかり。どうしよう、倒れちゃった。ファッションとはそう簡単なものでもなく、何度も失敗はした。これもおすすめです。これもこっちもどうですか。こんなにどうしたら。全部ください。こら奏、そんなに買っても意味ないわよ。他にもたくさんファッションについて学んだ。なんだか学生に戻った気分。でもファッションって奥深いな。でも楽しい。これでちょっとは自信ついたかしら。休憩するポイに。そうして努力を重ねるうちに当日になった。緊張する。大丈夫、ヘアスタイルは私に任せて。完璧に仕上げてあげる。あ、そういえばドレスは？どこに言ったかな。もう時間がないのに。だから昨日の夜に出しておきなさいって言ったでしょ。婚活パーティー会場。奏のやつ全然来ないじゃない。逃げ出したんじゃないの？もう先に行っちゃおうよ。どうせいてもいなくても桃子ちゃんはモテるって。まあそうよね。仕事に行ってた時逃げたことをからかってやろうっと。君かわいいね。なんて名前？初めての人？そうなの。だから全然わかんなくて。じゃあ俺が教えてあげるよ。俺2回目なんだ。本当？ママ子嬉しい。俺も教えてあげる。俺の方が詳しいよ。君みたいな綺麗な人初めてだ。ぜひ一緒に話してもらえるかな。俺がもうダメだぞ。桃子を取り合って喧嘩しないで。さすが桃子ちゃん、やっぱりモテモテだね。私たちも頑張ろう。もうそれって口説いてます？恥ずかしい。男ってちょうどいいよね。こうしてぶりっこしてればみんなあれこれ世話を焼いてくれるもの。この調子で感じのいいのを見つけて。あの人イケメン。俺こういうの苦手なんだよな。仕方ねえだろ、帰りたちに断られたしさ。まあ楽しめばいいんだって。じゃ俺行くから。おい、早速アプローチかけちゃうぞ。すみません、私あなたと話したいなって思って。俺、私桃子って言います。すっごくイケメンですね。お名前伺ってもいいですか？アルトだけど。アルトさんですね。素敵なお名前。私こういうところちょっと苦手で。アルトさんはどうですか？俺もそんなに得意じゃないぞ。なら一緒にどこか行きませんか？静かな場所でゆっくりお話でも。俺こういう人苦手なんだよな。どうしたものか。もしかして私とお話ししたくないですか？私ウサギちゃんだから泣いちゃう。俺ちょっとあっちにいようが。この飲み物すごく美味しいんです。ちょっと飲んでみませんか？はい、飲
んだか反応が悪いな。なら奥の手で。この作戦でドキッとしない男なんていないし。なら食べ物はいりますか？はい。あーん。遠慮するよ。俺それ苦手なんだよな。甘くて。すげえグイグイ来るじゃん。離れてくれないし。食べないんですか？あ、もしかして照れてるとか？かわいい。うん？なんだ？なんか騒がしくないか？ちっちゃまして。一体何なのよ。あ、桃子、やっと見つけた。どうしたの？あけみ、その絵すごく美人な子が来たんだよ。モデルみたいですっごい綺麗な子。すげえ美人。話しかけようかな。おい、抜け駆けするなよ。何よあれ、私より注目されてるじゃない。ねえ、あけみ、さない、あれ誰？ちょっと探ってきてよ。私アルト君と話してて取り込み中なの。あ、わかった。すみません、ちょっといいですか？あけみちゃん、さなえちゃん、やっと見つけた。え？私かなで。ももこちゃんは？その、ごめんね、遅れちゃって。え、かなで？嘘、あのかなで？かなで、どういうこと？ももこちゃん、ごめんね、遅れて。朝からちょっとバタバタしちゃって。本当に奏なの？嘘。なんで奏がこんなに？誰にやってもらったの？どうやったらこんなに変わるのよ？私変かな。実は姉にやってもらったの。はあ？その、私こういうの慣れてなくって。姉さんはモデルだし、ちょっと手間取ったけど勉強もしたんだよ。そんな、嘘よ！それだけでこんなに？モデルって誰なの？名前は？ももこちゃんもよく知る。ラムだよ。私の姉さんなの。え？私が尊敬しているラムさん？なんで黙ってたのよ！姉さんがモデルなのに、私は地味で冴えなくて、なんだか引け目を感じてて。それより、その、あの人とお話し中じゃ。そうだ。そうよ。私は取り込み中だから、あとは適当に楽しんで。あの、どうも。俺、アルトって言います。私は、かなでです。ももこちゃんの友達で。へえ、よかったら、かなでさんも一緒に話しませんか？いいのかな？何よ、あの雰囲気。私には全然なびかなかったのに。私たちもいいかな？かなでちゃん見違えちゃった。私にもメイク教えて。本当に、すごいね、かなでちゃん。私も綺麗になりたい。ちょっと二人とも、私が教えてあげてるじゃない。かなでさんって言うんだ。俺も話がしたいから混ぜてくれよ。なんで私が主役じゃなくなってるわけ？ムカつく。もう、かなでってば見違えちゃった。でも、私の話し相手を取るのはルール違反。ね、アルトさん。みんなで話そうぜ。そっちの方が楽しいだろ。そんな。こうして、私の婚活パーティー&イメージチェンジは、成功した。みんなと馴染めたんだよ。いろんなお話とか、気になる人もできたし。なら、好きな服装で会社にも行ってみたら？そのまま仕事帰りデートっていうのはどう？アルト君のことは気になるってだけで、デートなんて。気になる人はアルト君っていうの？いいじゃない、デートで。もう。翌日、姉のおすすめでメガネを外し、服も変えて出社してみた。あれ誰？あんな子いた？みんなに見られてる。ちょっと恥ずかしい。奏、その服どうしたの？ももこちゃん。せっかく勉強したし、昨日みんなに教えてもらったから買ってみたんだ。その、服に興味を持てたのも、ももこちゃんが婚活パーティーに誘ってくれたおかげだよ。ありがとう。そう。それはよかった。これからもっと勉強して、ももこちゃんみたいになれたらいいなって思ってるんだ。なんだか、眩しい。ん？何が？今日は曇りだよ。日差しはきつくないと思うけど。かなでって言った？まさか、あのジミコが？またかなでばっかり注目されて。ウッキー！私だって負けないんだから！え？
私の生活は変わった。おしゃれをしていると少し気分も明るくなり、周りとの溝もなくなった。アルト君とも何度か食事をしている。こんなに自信が持てるようになり、私は努力してよかったと心から思っている。奏でです。ラムよ、動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。お化粧とかおしゃれの力を借りて、ちょっと違う自分になれるって素敵だよね。せっかく手間暇かけるんだから、自分の気持ちが明るくなるのを選ぶのが一番よね。とっても勉強になりました。よかったらみんなも動画の感想コメント欄で教えてちょうだい。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。また会いましょう。